おはこんばんちは、伊藤です。第4弾アップデートで実装されたリベルカーナの固有スキル氷気錬成ですが、今回はこのスキルをヘビーボウガンで使っていきます。氷気錬成の効果はご覧の通りですが、レベル3で攻撃力 1.3 倍と言われています。ボウガンでは弾を発射するたびに氷気が失われていくと書かれている通り、一発撃つたびに攻撃力が弱くなっていくことになります。なので雷剣のような一撃が強い武器や太刀のように脳刀をしてゲージを回復できるような武器と相性がいいとされています。アイスボーンの時は抜刀ヘビーというクラッチクローを駆使した技が注目されましたが、しかしサンブレイクではクラッチクローはありません。でもせっかくの新スキル、やっぱり試したいですよね。ヘビーボウガンで効率的に使えそうな弾は2つ。1つは狙撃榴弾。狙撃榴弾は貫通性のある弾を1発発射し、着弾後時差により爆発する弾です。肉質の影響を受けるためなかなか効率的にダメージを出すことは難しいですが、一撃性はそこそこ高い弾となります。再使用するためのディレイが長いのが弾に傷。もう一つは遊撃弾。遊撃弾は一発でにヒットし、単発火力では最大の威力を誇ります。ということで今回はこの遊撃弾と狙撃榴弾を使って氷気錬成ヘビーボウガン構成を考えてみました。ということで早速狩りにやってきました。お相手は怪異化菌レイヤさんです。初手から狙撃榴弾を狙ってみます。やっぱり肉質的にあまりダメージが入らないですね。戦法としては遊撃弾をメインに一発離脱。遊撃弾の隙が大きいのでタイミングは見る必要があります。基本的に一発撃ったら脳刀して氷気ゲージを貯めていきます。そしてまたタイミングを見て遊撃弾を打ち込むヒットアンドアウェイ戦法でやっていきましょう。溜め3で入れば一撃3000ほどのダメージが出ていますね。ちなみに防具構成は動画の最後でご紹介していますが、今回の2連成で組めるスキル構成だけにしているので、連成や装飾品次第でさらに火力を積むことができます。武器は最も攻撃力が高いディアブロスのヘビーボウガン、中核砲デイモニア赤貝。このボウガンは素で遊撃弾を3発装填できる、まさに氷気錬成と相性が抜群のヘビーボウガンです。まさかこんな形で使うことになるとは思いませんでしたが、個人的には癖もあって面白いボウガンだと思います。まあちょっと癖が強すぎる感もありますけどね。もし使っている方がいましたら、どんな構成で使っているのか教えてもらえると嬉しいです。実は第4弾アップデートの武器の回連成で性能強化の効果がついたので装填弾数も増えるかもと期待していたのですが、ヘビーボウガンは攻撃力が上がるだけだったので残念でした。剣士系は攻撃力に加え属性値や切れ味とかも上がってるのに、ボウガンも装填数とか増えたら良かったんですけどね。この重核砲デイモニアアーカイは攻撃力こそ高いですが、-30という会心と通常弾貫通弾の装填数も少ないのがネックです。ですが
回メインで使っている遊撃弾はマイナス回心の影響を受けません。高い火力というメリットを受け、基本弾の装填数が少ないデメリットも気になりません。そもそも遊撃弾しか使わないので、通常弾すら持ち込んでいません。ちなみに注意喚起ですが、遊撃弾は味方も吹っ飛ばす攻撃です。なので基本的にはソロで使うようにしてください。マルチで使うタイミングとすれば睡眠流くらいでしょうか。スキル構成次第では一撃6000以上のダメージも出すことができます。また肉質虫という特性上、破壊的にも安定したダメージを与えることができます。一撃3000として打ち込みの5発撃つだけで15000ダメージ、消防分も合わせて計10発撃てば30000ダメージです。さらに弾丸節約も乗るので銃に3発は撃てる計算になります。それだけ撃てば大体40000ダメージ与えることができますね。そう考えるとかなり強い感じがしてきます。大きな隙という課題は残りますが、それに見合う火力はある気はしますね。今回は使っていないですが、倍率で火力が上がる闇討ちなどのスキルと相性もいいですね。闇討ちは最大 1.3 倍になるので、通常3000ダメージだとすると4000近くに跳ね上がります。側面から後ろという条件付きになりますが、高火力のさらに 1.3 倍は魅力ですよね。ドンの設置位置ミスりました。一応狙撃榴弾の貫通性があるのでドンが有効です。ただ狙撃榴弾は肉質の影響を受けるので、部位によってはあまりダメージが入らないです。例えば柔らかい部位を狙えば、今の構成でも一撃1500ダメージ入ったりします。あまり現実的ではないですが、最大7ヒットなので 1500×7 で10000超えダメージです。現実的なところで言えば、だいたい4000から5000ダメージといったところでしょうか。肉質虫だったら準備含め目をつむれるくらいの技なんですけどね。やっぱり狂気錬成との組み合わせでは、お手軽さという意味でも遊撃弾がベストだと思います。むしろそれ以外の弾が思いつかないですね。ヘビーボウガンで狂気錬成構成を組むとしたら、皆さんならどんな構成にしますか？皆さんならどんな構成にしますか？そもそも採用しないという回答が多そうですが、ライトボウガンでも考えてみたいですね。ヘビーよりも応答が楽なので、まだ実用的になるかもしれません。いろいろ検証してみて構成も考えてみたいと思います。需要という意味ではなさそうですけどね。レイヤーさん、そこはまっすぐ突っ込んできてくださいよ。狙撃榴弾難しすぎる。歩幅前進みたいになるのにも時間がかかるので、位置の調整もやり直しが効かないんですよね。私が下手すぎなので、普通に遊撃弾を出た方が強いです。おっと、ここで睡眠遊撃弾のチャンス。さすが歴史教官、準備もバッチリですね。おはようございます。遊撃弾だけで約5000くらい出ましたね。ちゃんと回避練成して火力スキルを盛れば6000くらいはいきそうです。ちなみに今更ですが、鬼人薬や怪力の種って今回使ってなかったです。ちゃんと使っていればもっと威力出てますね。まあまだまだ伸びしろがあると思っていただけたら幸いです。怪異連成できたら方向向こうと風圧向こうつけたいです。何
度無駄にチャンスを逃してきたことか。はい、ここで弱りマークがつきました。一応補給はエリア移動の時に1回だけしています。まだ調合分が残っているので3段としては余裕そうですね。あと 2,3 発くらいで倒せるでしょう。また風圧でキャンセルされてしまいました。この動画を参考にする方がいるかわかりませんが、風圧はつけた方が良さそうですね。数少ないチャンスなのにキャンセルされるとストレスがやばいです。ちなみに溜め時間を大幅短縮できるカウンターチャージャーは武器をしまうと効果が切れてしまうので連星と相性は良くないと思います。ラストチャンスで1回くらい狙撃榴弾を成功させたいところ。しっかり罠を置いていくと先行か踏んだり蹴ったり仕方がありません。撃ってしまいましょう。はい、お疲れ様でした。結局綺麗に狙撃榴弾を入れることはできませんでした。グダグダではありましたが、こんなものがエンジョイ勢のリアルです。クリアタイムは10分半くらいでしたね。いつもの狩りとあまり変わらないような。装備構成のご紹介です。武器は中核砲デモニアー抱えに、映像では豪傑龍樹をつけていますが、特化系でも何でもいいと思います。強化パーツにはパワーバレルを採用しています。怪異錬成は何もつけていません。防具は上から頭エスピナゼットゲヒルに高知樹と攻撃樹をつけています。とラビーナメイルに砲術樹2と砲術樹装填樹をつけています。腕ラビーナアームに高知樹と射砲樹装填樹をつけています。腰ラビーナコイルに特射樹を2つと切断樹をつけています。足エスピナゼットフェルゼに射砲術と装填樹をつけています。5石は攻撃レベル3とフルチャージレベル1の5石に切断樹と転写樹をつけています。スキル構成は攻撃レベル7、弾丸節約レベル3、弾道強化レベル3、集中レベル3、納刀術レベル3、砲術レベル3、装填速度レベル3、狂気錬成レベル3、特殊射撃強化レベル2、チューンアップレベル2、電撃レベル2、フルチャージレベル1、ブレ抑制レベル1、更新レベル1。この構成で流撃弾を3発装填の反動流撃、リロード早いで撃つことができます。はい、いかがだったでしょうか。今回はヘビーでも表記錬成を使いたいという思いから、なんとかそれなりの形にできたと思います。結果的にマイナー防眼界になりましたが、ぜひ感想なんかもコメントいただけたら嬉しいです。今回の内容が面白かったと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。星がまたたく真夜中に大きな月が顔出して